小田久美子は、元テレビ長崎の契約アナウンサー。通称、小田久美。1988年10月26日生まれ、長崎県長崎市出身。2010年、滑水女子大学音楽学部在学中に、長崎観光親善大使、ロマン長崎を選定するコンテストに参加し、2010年度大使に選ばれる。2011年、 KTN 契約社員として入社。夕方の番組、スーパー5番のレポーターとして活動した。長崎に生まれ育った、長崎一筋のアナウンサーである。2019年3月5日に入籍。7月28日に挙式、披露宴を行った。2019年9月30日より、産休に入り、11月6日に男児を出産。 2020年7月28日発売の週刊誌、フラッシュにて、視聴者、業界人が選ぶ、地方局女子アナランキングトップ30の25位に、ランクイン2020年12月25日に、夕方のローカル報道情報番組、マルト。2、出演、2021年1月14日をもって、テレビ長崎を退職することを発表し、約10年在籍していたつぼねを退職。 ABKTN アナウンサーズ、小田久美子ブログ、ご挨拶2019年12月14日閲覧。ABKTN アナウンサーズ、小田久美子プロフィールより、ハット AB 大村咲子。まさかこんな2020年に。KTN アナウンサーズ、2021年1月4日閲覧。AB 小田久美子。ありがとうございました。KTN アナウンサーズ、 2021年1月4日閲覧。KTN アナウンサーズ、小田久美子プロフィールマイナステレビ長崎2010、長崎小船祭り、船長会議の懇親会マ前長崎。KTN アナウンサーズ、小田久美子ブログ、ご報告2019年11月4日閲覧。KTN アナウンサーズ、小田久美子ブログ、ご報告、赤ちゃん、2019年12月13日閲覧。 KTN テレビ長崎アナウンサーズ、小田久美子、淵本京子ブログアラグハット、n っくテレビ宮崎アナウンサー日記、荒尾巻気分は、アイドル、ありがとうございます。